シンビオジェネシス。ラッキーハッピー ATH。 こんにちは、ゆなゆなです。こんにちは、たぬきちです。今回もシンビオジェネシスの動画をお届けしていきたいと思います。イエーイ。イエイ。今日は何をお届けしましょうか。今日はね、キャラクターの NFT について解説したいなと思います。バヤってよくわかんないもんね。そう、たくさんいるし、しかもキャラクターって結構種類別になってたりして、その辺を解説していきたいなと思います。はい、それじゃあキャラクター紹介やっていきましょう。行ってみよう。まずはキャラクター NFT の種族について説明します。シンビオジェネシスではたくさんの種族があるんだけど、今回の一章では4種類の種族が出てきます。はい、1つ目、婦人。婦人。2つ目、角人。角人。3つ目、商人。4つ目、先盛り。これ読み方合ってるかわかんないけど、おそらくこう寄ってます。私はちなみに角人じゃなくて角人って言ってますでも角人じゃないかっていう。これサイトを見るとキャラクターの属性に合わせてフィルターをかけることもできるから、よかったら見てみてください。それじゃあ今出てる情報をかいつまんでいくつか説明していくね。さっきの一つ目の婦人なんだけど、今回第一章の NFT セールの500人のうちなんと400人が婦人なのね。もうほぼほぼ婦人だね。そう、だから多分この第一章の旧国は婦人の国って言えるのかな。トレーラーを見る限りだと崖芋っていうお芋を取って生活してるみたい。へえ、お芋が主食なんだね。それ以上の情報がまだあんまり出てないんですね。そっか、じゃあこの400人いる婦人はこれからどういう役割をするのか楽しみだね。うん、一般国民って感じなのかな。うん、2つ目の角人なんだけど、なんと今回はたったの5人。見て、サイト見ると本当に5人しかいないよ。そう、5人しかいないの。だからオークションでもすごい人気で、一番安い子でも 0.07 イーサだったみたい。人気だったんだね。一章では5人しかいないって言ったんだけど、冬大陸のどこかには角人の国も存在するんじゃないかって言われてるんだって。じゃあストーリーを進んでいくことに角人の登場がもっと増えるかもしれないんだね。たくさんいるかもね。ね。3つ目の商人なんだけど、それはもうそのまま物を販売したりして生活してるみたい。500人のうち50人がこの商人に当てはまるね。あ、 10% か、結構いるね。うん、トレジャーハンティングっていう異物 NFT を集めるイベントがあった時には、ディスコードの中でこの商人のタレントっていう人がアナウンスしてたのね。おそらく異物とかそういう世界中にある珍しいものを集めたりしてるんじゃないかなって思ってます。4つ目の先盛りなんだけど、今回主人公がこの先盛りなんだよね。そうなんだ。体の一部が機械になっていて、戦闘向きの体になっていくの。だからなんかこの左顔の左半分がちょっとロボットみたいな感じになってるんだね。そうそう、だから傭兵として雇われたりしてるみたいだよ。うーん、面白いね。次にキャラクターの職業について説明します。はい。でね、この職業なんと18種類も存在するの。多いよね。多いよね職業ごとにいろいろやってることとか持ってる情報とかに違いが出てくるのね。うん、ちょっと攻略っぽいところになるんだけど、各職業のメモリースロットを 80% 以上開放することで、その職業キャラ NFT を持ってる人たちはデイリーリワードが増えるらしい。え、待って待って待って、そのメモリースロットとか、なんかどういうこと？そうなの、メモリースロットちょっと難しくて、それ詳しく解説していくね。はい、お願いします。キャラクターが持っているスロット、ストーリースロットは毎日デイリーで集めてる SPを使って解放して読んでいくことになるんだけど、うん、そうだよね。うん、今ちょっとこの図を見てください。はい、これね、スロットの種類がなんと6種類ありまして、これがストーリーになってくるんだけど、うんうん、1個ずつ解説していくね。うん、まず一番上からメモリースロット、はい、ミッションヒントスロット、ストーリースロット、オープントゥーオールっていう3つがあると思うんだけど、うんうん、この3つに関しては誰でも読めるものになるのね。なるほど。で、これ誰でも読めるっていうのがどういうことかっていうと、その NFT を持ってなくても、レプリカ NFT も持ってなくても誰でも読むことができるものになるの。じゃあもうほんと言葉通り、うん、誰でも読めるんだね。そう、ただ SP を使ってそのスロットを開放しないと読めないから、うん、みんなで協力してオープンしていくことになるのね。あ、じゃあ誰かが開けないといけない。
そうで、例えば1人ずつこう10ずつ入れてみんなでオープンするとか、うん、誰かがオープンしちゃったらみんな読めるようになるから、それは協力していくことになるんじゃないかな、うん、なるほどね、うん、で下の3つなんだけど、ストーリースロット、アフィリエーションスペシフィック、ストーリースロット、ホルダーオンリー、クエストヒントスロット、この3つに関しては NFT を持ってる人しか見れないものなの。だから NFT 自体を所有してるか、レプリカ NFT を所有して初めて見れるものになります。でもその NFT を持っていても SP で開放はしなきゃいけないので、持ってるプラス SP で開放って感じかな。なるほどね、両方ないと見れないんだね。そうで、これの違いなんだけど、ストーリースロット、アフィリエーションスペシフィックというものに関しては、簡単に言うと職業別ストーリーって感じ。職業カテゴリーって1個じゃなくて2つとか3つ持ってる子もいるのね。例えばランバーっていう上から3つ目の人だと、うん、アフィリエーション職業カテゴリーは旧国兵団、旧国騎士団なので、この2つの職業カテゴリーのストーリーが読めるってことになるのかな。なるほどね、うん、次にストーリースロットのホルダーオンリーっていうものなんだけど、うん、これはその NFT ごとが個別に持っているストーリーのこと。だこれもやっぱり NFT 持ってるか、レプリカ NFT をゲットしないと読むことができないから、うんうん、独占したいなと思ったらレプリカ NFT を作らなければいいね。なるほどね。でクエストヒントスロットっていうものに関しては、この後説明するまた種類によるんだけど、4種類に分かれている中の1つが持っているものになります。でこれもやっぱり NFT を所有していないと読めないものなので、独占したければレプリカ NFT を作らないっていう選択を取ることになるね。なるほどね。じゃあもう作るかどうかは戦略なんだね。うん。でさっき説明していたことなんだけど、各職業のメモリースロットが 80% 以上オープンになると、デイリーリワードがその職業の人たちが増えるってことなのね。つまりどういうことかっていうと、このたくさんあるスロットの中からメモリースロットを先に開けていくのがいいみたい。先に開けることでデイリーリワードがたくさんもらえるってことかな。そうそう、他の職業に比べてリワードが増えるから、うん、他の職業よりも有利に動くことができるようになるってことなんだよね。なるほど、ゲームを先行できるんだね。そうそう、だから同じ職業の友達を増やして、うん、職業ごとで早くメモリースロット開けちゃおうっていうことができるのね。で SP を毎日貯めて自分のメモリースロットも開けるけど、例えばそれで動かしてない人もいるわけじゃない、うんうん、遊んでない人もいたりとか、ただホルダーさんでいたりとか、そういうキャラクターに関してはみんなで自分の開け終わったら、じゃあこのメモリースロット開けてこうって言って、同じ職業のスロットをわーって開けてくわけ。でその全体の職業の中の 80%、 同じ職業の NFT が100個あったとしたら、そのうちの80個の NFT のメモリースロットが開けば、その職業の人たち全員のデイリーリワードが増えることになるのね。なるほどね。じゃあもう協力してみんなで開けようって言って開けてった方がだいぶ有利になるんだね。そうだから、分からないなとかお友達いないなって人も、まずはメモリースロットから解放していくのが良さそう。あとは自分の職業これですとかって公表した方がもしかしたら有利になるかもね。うん、みんなで協力して動くことができそうだね。種族、職業ときて、次にキャラクターのカテゴリーというものが存在します。なんかいろんな分類があるんだね。すごく細かいよね。このキャラクターカテゴリーは4種類に分かれています、うん、1個目ファセットキャラクター、2個目メッシュキャラクター、3つ目ラインキャラクター、4つ目ポイントキャラクター。これはちょっとレアリティに近い概念かもしれないんだけど、それぞれでできることや見れるスロットの情報が違うのね、うん、だからどのカテゴリーのキャラクターでも重要なんだけど、1個ずつ説明していくね。お願いします。1のファセットカテゴリー、これは数としては一番多いんだけど、うん、実はすごく重要な情報を持ってます。この子はアイテム探しに必要なクエストヒントスロットを持っていて、うん、このクエストヒントスロットを持ってるのってファセットだけなの。そうなんだ、うん、ファセットキャラクターはみんな持ってるメモリースロットと、さっき説明したクエストヒントスロット、その2つを持ってます。次にメッシュキャラクター、これはアイテムを確率で複数個ゲットすることができる力を持ってるキャラクターで、メッシュキャラクターはみんな持ってるメモリースロットと、さっき説明していた職業ごとのストーリースロット、アフィリエーションスペシフィック、その2つを持ってるよ。ややこしくなってきたね。ややこしくなってきたね。3つ目のラインキャラクター、
これは職業のリーダーが LINE キャラクターになってることが多いのです。だからこのキャラクター NFT を持ってる人じゃないと見れない物語が出てきます。だから数も少ないし価値も高くなりやすいだね。この LINE キャラクターが持っているのはみんなが持ってるメモリースロット、さっきお話ししていた職業ごとのストーリースロット、アフィリエーションスペシフィックで、3つ目がストーリースロットホルダーオンリーというキャラクターが個別で持ってるストーリー、4つ目ポイントキャラクター、これはメインストーリーに出てくる最終用のキャラクターのカテゴリーなの、ね、そうなんだ。他のキャラよりも情報が深くて持ってる量も多いの。主人公的な立ち位置に近いキャラクターだから主人公の周りで起きた話とかも持ってるかもね。じゃあ結構このキャラクターは大事になってくるね。すごく大事なキャラクターになると思う。ポイントキャラクターはみんなが持ってるメモリースロット、誰でも読むことができるミッションヒントスロット、誰でも読むことができるオープントゥオブのストーリースロット、つまり誰でも読めるのは全部持ってるのはポイントだけ、プラスでホルダーが見れる3種類も全部見ることができるよ。つまり6個あるストーリーのうち5種類は全部このポイントが読むことができます。本当に大事だねこのキャラクター。すごく大事だね。まとめるとキャラクターには全部で4種類あるんだけど持ってる情報が全然違うのでレプリカ NFT に出す意味がそれぞれまた違ってくるね。うん、じゃあ各カテゴリーごとに持ってる情報だったりできることが若干違うんだね。うん、違うね。どのキャラクターも重要だってことは分かったね。うん、うん、いかがでしたでしょうか。今日はちょっと情報多かったね。難しいところも結構あったよね。でも一人でやってると分かりにくいから人と話してみたりとかこういう動画とかを見て少しずつ理解していこうね。ぜひね X とかにも投稿してみて仲間を集めてみるのも面白いかもね。うん、分かりにくいところとかこれ良かったよとかぜひコメントで教えてください。お願いします。お願いします。それでは本日も動画を見ていただきありがとうございました。ぜひコメントやグッドボタンもお待ちしております。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。